さんおはようございます今回の動画はですねあの天体写真の画像処理というところなんですけれどまず天体写真を作る工程にはあの素材収集する工程、まあ、例えば天体を撮影したりダーク撮影したりあとはフラクトフレームを作る工程と その後に画像処理の工程がありまして、その画像処理の工程も、私はちょっと前処理と後処理の2つの処理に分けさせてもらって、まず前側の処理としましては、撮影されたデータからノイズだとか被りだとかそういった邪魔なデータを取り去る処理。で、その後の後処理として、 あの作品に表現をつける。例えばトーンカーブを調整したりするようなあのレタッチの工程。この二つに分けさせてもらっています。で、今回この動画で扱うのが、この前側の処理ということで、あのダーク減算だとかフラット補正だとか、加算平均をして、あのノイズの除去や低減をする工程を紹介したいと思います。で、この工程の特徴としては、 まあほとんどが数学的な話になってきますのでこれはあの初心者とかあの上級者とかあの関係なく手順通りに行えばまあ誰でも同じ結果が得られる工程になりますこっちの素材収集だとか後処理の工程というのはある程度あのまあ経験や感性が物を言ってくると思うんですけれどそういった意味ではこのノイズの除去低減というのは まあ誰でもあの手順通りに行えばまあ公平な処理と言えるわけですね。まあここを今回は紹介したいと思います。まずですね、この動画の前半戦はまあ各種ですね、画像処理法をあの紹介していきたいと思います。まずはですね、加算平均法という方法。これはですね、例えば複数枚の これはちょっと便宜上2枚用意しましたで。このフレーム1の写真とフレーム2の写真。この中に数字が書いてあるんですけれど、これは明るさの情報を示します。例えば0でしたら真っ暗です。で、MAX は5ですね。5, 5だとまあ飽和した明るい状態になります。で、このフレーム1は一番明るい部分が3。 で、一番暗い部分は0となっています。で、フレームにもまあ似たような感じなんですけれど、ちょっと何が映ってるかわからない。ということで、実はこのとフレーム位置だったらフレーム位置の中に、実際の天体の情報と、あとはランダムノイズの情報が紛れ込んでます。で、ランダムノイズを取り消すために、 この加算平均法というのが主に使われています。で、処理の概要としては、これプラスこれを知って、この枚数分だけ割ったもの、要するにこれ2枚なので、これ足すこれ割る2の処理をします。そうすると、どのような写真が合成されるか、このボタンを押すと現れてきます。こんな感じですね。出てきましたね。 これ実は、あの、水星をイメージした写真でした。そうすると、まあ、コマの部分が3.0で、ポッポがこうスーッと伸びてますよね。で、周辺に出ていたランダムノイズというのは、あの、すべて平均化されて、まあ、平らになります。まあ、もちろん理想なんですけれど、まあ、このような、あの、処理が加算平均法となります。はい、白鳥座の 写真をあの加算平均のサンプルにしましたでこれ1枚しか撮ってない取っ手出しの写真なんですけれど、まあ、この写真はノイズが多くて、まあ、これ以上強調処理ができませんそれを16枚加算平均することでノイズを滑らかにして、まあ、このようにあの強調処理ができるようになるわけですねまあ1枚目と2枚目非常にあの差があることがお分かりいただけると思います まあこれが加算平均の、あのー、意味ですね。ではですね、この加算平均法というのは別の用途にも使われることがあります。それはですね、多段階録音といいまして、例えばこれフレーム1では露出時間を長くして撮影したもの、でフレーム2は露出時間を短くして撮影したものです。 これなんで露出時間を変えて撮影したかというと、この天体が非常に明るい部分と暗い部分が分かれてまして、フレーム1では暗い部分を映すために露出時間を長くしたんですけれど、ちょっと中心部が飽和してしまった状態。これがフレーム1ですね。フレーム2というのは、この中心部を飽和させないように写したもの。 でですので露出時間が短いので暗い部分は消えちゃってます。で、この2つの写真を平均、加算平均で平均化することによって、このように中心部分も飽和せずに、で周辺部分もあの、まあ、平均化しているので、まあ、多少はこっちよりは暗くなるんですけれど、周辺部分も写っている画像ができます。 これが加算平均法の多段階旅行による、まあ、もう一つの使われ主に使われる方法になります、はい、多段階旅行のサンプルをオリオン大星雲の写真で紹介させていただきますまず左上がです、ね、あの露出不足な写真です周りの星、ね、雲が映し出されていないです、まあ、その代わり中央部の星があの分離しているというものです で右下の写真が今度はたっぷりと録音した写真で周りの淡い星雲が映し出されていますただし真ん中のです、ね、明るい部分がもう潰れちゃって飽和している状態ですでこれらの,あの録音時間の違う写真を加算平均することで、まあ、このようなあの写真が出来上がります中央部も飽和していないであの周りの星雲も浮き立たせるということですね まあこれがあの多段階旅行の意義になると思います。それでは次どんどん行っちゃいましょう。次はですね、減算法という方法を紹介します。これはですね、あの文字の通りなんですけれど、これ引くこれという処理をします。で、これサンプルに出したのは、あのフレーム1が天体の写っている写真、フレーム2は これはです、ね、実はあの天体を写さずにあの望遠鏡だとかカメラの蓋をした状態で写した写真でフレーム1と全く同じ ISO、あとは温度条件、あとはあの露出時間、全く同じ条件で写したものです。蓋を閉めたか閉めないかの違いです。そうするとフレーム1では天体が写っていてフレーム2では写っていない。 ただしフレーム2でもうなんか映ってますよね。これはあのダークノイズと言われるノイズです。このノイズは蓋を閉めても出てきます。で、このノイズというのが天体写真では非常に邪魔な情報になりますので、これを取り除こうということです。そのためにこの減算法を行います。天体の映っている情報から天体の映ってない情報を差し引いても天体の情報は残りますよね。 逆にノイズ部分は同じあの情報が含まれているために、これ引くこれをやると消し去られてしまいます。それを再現しますね。ポチッと。そうすると合成後はきれいに天体部分が残って、ノイズ部分は消し去られます。これがダークノイズの提言に使われる原産法の役割ということになります。 左がダーク補正をしていない画像で、右がダーク補正後の画像になります。で周囲の赤みに注目していただきたいのが、左の補正前というのは、あのダークノイズが非常に映っていて、ちょっと赤みがあります。で右はそういったものが補正されて、切れなくなっているので、まあ、本来の成分が浮かび上がるということです。 それでは次に紹介するのは、比較名合法という方法で、これはですね、星の二種運動を取るときに、例えば時間差であのフレーム1とフレーム2を撮りました。星って二種運動で動きますよね。これフレーム1が、あの、初めの写真でフレーム2がちょっと右下に下がっている写真。 まあこれはまあ西空、例えば西空で、ここの星がここに移動したというイメージなんですけれど、この二つの写真を、あの、比較名ということで、どちらか明るい方を残す処理。要するに、こっちとこっちを比較して、明るい部分を合成語として残す処理をする。これが比較名合法なんですけれど、これをすると、このように、 星が線とと、なって残るとこれが比較名合法の,あのアルゴリズムですね。まあ、こうしたあの処理をすれば、星の日周運動の軌の跡をあの合成することができます。はい、比較名のサンプルですが、まあ、このように、あのどん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 比較名をしながら、あの星がです、ね、日周運動の軌跡を描いていく、このような写真が出来上がります。 はい。今、比較名号法という処理を紹介しましたが、その次は、比較暗号法という方法もあります。これはちょっと私は、あの、サンプル持ってないので、まあ、このシミュレーターでの紹介だけにとどまるんですけれど、例えば太陽を映していると、人工衛星が通ったり、鳥が通ったり、飛行機が通ったり、まあ,あ、とは時々、本当に時々ですけれど、金星だとか、水星とかが 撮ったりしますそうした写真をあの連続的に撮ると、例えばこれが、まあ、鳥だとか人工衛星だとして、こう動きますよね。こんな感じで。パシャッパシャッと撮ると、1枚目がここの位置、2枚目がここの位置になりますよね。そうした写真を撮ったら、比較案という方法であの、こっちのフレーム1とフレーム2を比較して、 暗い方を残す処理を行います。そうすると、ポチッと。このように暗い部分があのこのように残りますので、こっからここへ移動しましたというのが1枚の写真で表現できるわけです。これが比較暗号法になります。残念ながら私はあの撮ったことがないので、ちょっとサンプルをお見せできないです。 それでは最後にですね、助算法という方法を紹介します。これも言葉の通りなんですけれど、フレーム1からフレーム2を割るという処理です。例えば、まあ一番左が0.1でフレーム2の一番左上も0.1だったら0.1割る0.1で1になりますよね。合成後は1になるはずです。まあこれはとりあえず押してみましょう。ポチッと。 ま、こんな感じです。合成後は、なんか、X の形をした、あの、天体が出てきましたね。ただ、フレーム位置見てみると、まあ、そんな感じには見えないです。本当は、この天体が映したいけれど、フレーム位置は何らかの影響で、あの、消えてしまっていると。 何の影響かと言いますと、まあこれは望遠鏡だとかカメラで映すと、周辺現稿というものが現れるんですけれど、周辺現稿というのは、あの、その通り、周辺が暗くなる現象です。で、それによって周辺部分が暗い天体の画像が出来上がります。で、それを、あの、なくすために、このフレーム2では、あの 青空だとかそういったフラットな光を映して、その周辺原稿の様子を映して、その情報をフレーム1から割,割り算したと。そうするとうまくその周辺原稿の部分があの平らに持ち上がって、本来の X 線の姿があの浮かび上がるという、こうした方法です。まあ、これちょっと難しいですので、 まあ後半部分の,あの実際の処理フローの中でもあのどういった意味があるのかっていうのを解説していきたいと思っています。まあ、以上ですね、紹介しましたが、まあ、これらの方法があの天体写真でよく使われる方法になります。フラット補正のサンプルとして、北アメリカ星雲の写真を用意しました。左側がです、ね、あのフラット補正をしていないな写真で 中央部が明るいんですけれど光がのかぶりがですね激しくて、まあ、ちょっと汚い、まあ、そういったものが残ってしまっている状態ですその逆に周辺に関しては暗くなってて淡い星雲が映っていないであの右側の写真が、まあ、最近撮ったあのフラット補正をしたあの北アメリカ線雲なんですけれど、まあ、中央部がですね引き締まりましたあの光害の被りも。 あのなるべく除去をするようにレタッチしたのとあと周辺部がですね持ち上がっていますあのこのことによってあの周辺部の淡い晴雨もあの浮き出るようになりました、まあ、これがですねフラット補正の効果というものです これはですね、デジカメ天体画像処理フローシミュレーターという、あの、私が作った、ま、エクセルのマクロなんですけれど、この中に、あの、実際星空を写したときに、どのようなものが映り込んでいるのかっていうのがグラフで表示されています。まずですね、この黄色い線というのが、写したい天体ということで、まあ、例えば星だの、星雲だの、星団だ,だの、まあ、そういった天体の、あの、 要素ですね。で、中心像に関してはあの明るくて、周辺像に関しては暗くなっているというのは、あの、望遠鏡とかそういったものを映した時の周辺原稿ですね。そういったものによるものです。で、その次にこのピンクイ線、これがダークノイズでして、まあ、これは周辺にあの発生する傾向があります。 ま中心でも発生するんですけれど、まあ、中心は暗めで周辺が明るめ。まあ、このようなグラフになっております。で、その次、この青いのがランダムノイズ。で、これは一枚一枚写すと、あの、こんな感じで、毎回違った場所に出るノイズのことです。 このシミュレーターだとここのボタンを押すとこのランダムノイズが変更されます。ではその次、この郊外かぶりというグレーの線ですね。これはまあ例えば明るい郊外地で映すとあの空の明るさが明るくってそれがかぶりとなって出てしまうものです。これは天体では,ではなくってそういった空のバックグラウンドを示しておりまして これも周辺健康というのがあるので、中心に関しては被りがひどくて、周辺は被りが少ない、そのような山型のグラフになります。それではこうして実際の天体撮影で映、まあ、り込むいろいろな光の中から、じゃあ実際どのデータが欲しいかっていうと、この黄色いライン、映したい天体、これだけですよね。 その他のデータは邪魔なデータということになりまして、この邪魔なデータをいかに取り除くかというところが課題となります。こういった邪魔なデータを取り除くために、先ほどまで紹介したいろいろな画像処理の手法を使って取り除いていこうというのが、次から紹介しあのするテーマとしたいと思います。 まず天体画像処理フローの一つ目、ダーク原産ですね。このダーク原産というのは、こうしたダークファイル、ダークノイズだけが映ってる。まあランダムノイズも映ってるんですけれど、今回はこれは無視して、まあダークノイズが映っている、このダークファイルを 元のファイルから差し引く。要するに、これ引く、これをする処理でしたね。ですので、これからこれを引くと、このピンクいラインがぐぐっとなくなって下に来ます。それをこのボタンをポチッと押すと再現できます。 まあこのようにダークノイズを消し去ることをダーク原産の処理と言います。はい、それでは今度はフラット補正という処理にあの移りたいんですけれど、このフラット補正という処理は、まあ、私もそうだったんですけど、初心者の頃は何をしたいのかっていうのが、まあ、いまいちあの頭に入ってこないという、まあ、ちょっと難しいあの 処理になるんですけれど、これのやってる意味というのは、例えばこれ、公害かぶりが映ってまして、この公害かぶりを取り去りたい場合、このまま公害かぶりのこのトップのレベルまであの画像を消し込んでしまうと、周辺のですね、この写したい天体のこの周辺部分も一緒に消えちゃうというジレンマがあります。それを解消するための,あの処理、 方法になります、はい、ここまで説明したら、まあ、あとはちょっとフラット補正の実際の動きを見てみればあの、お分かりいただけると思います。まずフラット処理する前に、フラットファイルというものを用意します。このようなファイルです。でこのファイルは、青空等を使って、あの周辺全現行の様子を映し出したものです。 このような黒い線フラットデータというのが周辺原稿を示しています。でこの山形というのは例えばこの郊外かぶりの山形と似たような郊外を描きます。というのも郊外かぶりっていうのも、まあ、地平線とかそういったとこを移さない限りはあの周辺原稿に従って周辺があの暗くなって 中心が明るくなるんでしたね。青空を映したときも同じです。なので似たような山形が現れます。で、ここで、あの、まあ、前編の方で紹介した序山法というのを利用して、これ割る、これをやると、どういうことになるかっていうと、ちょっとこのボタンをポチッと押しますね。 こういうデータになります。はい、このフラット補正後のこのグラフを見ていただければ何をしたいかピンとあの来たはずです。郊外被りが一直線になりまして映したい天体の周辺像もググッと持ち上がりました。で、こうなると郊外被りのここのラインと映したい天体の下のラインがうまく分離するんですよ。 ってことは、この間のこのあたりより下のデータは消し去って上のデータを残せば、この映したい天体だけ、あの、処理することができますよね。それがこのフラット補正の意味です。はい。それでは最後ですね。最後、この映したい天体と、あの、 っっちゃってるまあそういった邪魔でデータはどれかといいますとこの青いラインですねランダムノイズこれは1枚1枚あの変化するものでしたでこれをあの消し去る方法としては例えばあの8枚だとか16枚だとかそういったこのようなデータを平均化して 平らにするというところです。で、映したい天体というのは何回映しても変わらないですよね。基本的には。で、まあ、害外被りも、まあ、何回映しても変わらないです。ただし、このランダムノイズっていうのは映すごとに変わります。ですので、平均化すればこのように、ランダムノイズは平均化されて、 で、そのレベルがガクンと落ちるのに対して、映したい天体というのはそのまま。こうして、ノイズ部分と映したい天体部分を分離することができます。ちょっともう一度やってみましょうか。こうしたランダムノイズが発生しますね、ランダムに。で、これをググッと平均化することで、そのレベルを下げると。 これが、あの、加算平均の処理になります。はい、ここまでで、ダーク減算とフラット補正と加算平均という処理を行ってきました。そうすると、映したい天体というのが、他の邪魔なデータよりも、なんだろう、浮き出た形で、このように分離するんですね。こうなったら、あとはこっちのもんですね。デジタル現像、 だとかそういったレタッチでここよりあの下のデータは消し去って上の写したい天体を残せばこんな感じで綺麗にいに天体部分だけをあの処理することができますそうすると見た目にも綺麗な天体写真が出来上がるわけですはいそれではですねもう一度 コード処理を復習してみたいと思います。まずはですね、あの、実際天体を写すときに、1枚だけではなくて、まあ、最低8枚ほどは、あの、用意しましょう。というのも、ノイズがですね、1枚1枚、あの、出てくる位置が違うので、これを後から、あの加算平均という方法で、あの、平均化してノイズを抑えるんでしたね。 ま、それが、あの、事前にやっておくことです。で、まず、その用意したいくらかの写真。まず、一枚一枚、ダーク原算を押してみましょう。ダーク原算を押すると、このピンク色のダークノイズが下がります。このダークファイルというのを使って、これ引く、これで下げるんでしたね。で、ダーク原算やってみます。ポチッと。そうすると、ダークノイズが落ちました。 で、その次にフラット補正をします。フラット補正の意味は、この郊外被りのデータを、あの、まあ、中心像が明るいので、これを、あの、周辺像の方を持ち上げて、これを一定化させるという処理でした。で、それのためには、フラットファイルというものを用いて、これ割る、これで処理しましたね。では、押してみます。そうすると、このような感じで、 の周辺が持ち上がりました。でそうすると、映したい天体と光害外被りを分離することができました。で、最後ですね、加算平均という方法で、この毎回変わるランダムノイズというのを平均化して、レベルを下げて、最後、こうした、あの、いらないデータと写したい天体を分離して、 綺麗なあの天体のデータだけ残すという。これがデジカメの天体画像処理の、まあ前処理の段階になるんですけれど、あの処理フローとなります。で、後処理というのは、まあここから、まあ、例えばね、明るさとかコントラストを調整したり、まあそうしたことをして最終的に仕上げていくわけです。まあただ、ここまでの処理が非常に重要だと思います。 はい、これバラセウンなんですけれどこの周りにあるダークノイズをダーク原産で取り除いてちょっと周りが周辺原稿で暗いのでフラット補正で持ち上げますでその後、まあのランダムノイズを加算平均で取り除いて滑らかにして最後にあのレタッチで、まあ、このように完成させるという処理をあのお伝えしました、まあ、このようにですね今回あの 前処理ということでいろいろノイズ低減を紹介してきたんですけれど、まあ、必ずしもこれがあのマストな方法ではなくって、まあ、例えばアレイ状星雲のように周りに特段の星雲がないような写真は、まあ、無理してね先ほどの処理のようにまあこうしてあのノイズを取り除くっていう処理をしないでも例えばトリミングでポンとね処理をすることもできますので。 まあそこはですねまあ気軽にあの処理を行えばいいんじゃないかなと思います。